こそじゃなかった。なんで俺より先に先にミスったんご。久しぶりでーす。進化したでしょ。進化した。俺らも進化したかもしれない。でかくなったな、また。俺はでかくなったよ。おい、変わらない。でかっ。ショーが北九州に来てくれた。そうよね。ようこそになってしもうたけど。ようこそ。違うわな。やっと来たわ。ごめんな。いや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 。はい、すみません。ありがとう。マジでユーチューバーやな。みんな会う人会う人でしょ。もうみんな分かってるけどさ、うん、慣れてるでしょ。慣れてる、こなれてきた。慣れてきた。いや、まあ初めて会う人もおーってなるよな。これがいわゆるさすがに初めて見ましたっているんですね、本当に。今日は東龍拳にショーと来ました。東龍拳ショーです。いや、もう出だしから滑ってるやん。お、味噌味にしてみました。いや、でもラーメン食いたいね。あ、ビール飲もうぜ。あ、二人奥行く。久しぶり。東龍拳久しぶり。来たぜ。初めまして、東龍拳来たぜ。煮卵サービス券ぐらいあった気がしたけど、もう分かんなかった。いきます。他に何か持ってる？あ、一眼レフ。あれ動画撮れるのすごいね。画質もいいですね。カチャってやるだけじゃないね。そうそう、奥もボケたり、インドア。おい、いいすすり方じゃないですか。あいいですか、撮らなくていいんですか。これも撮ってる。撮ってるよ。撮ってるのか。飲みます。はい。いただきます。この麺がうまいんですよ。いただきます。全部昔から言ってるとこですもんね。東龍拳。東龍拳。本庄店。ああ、最高ですね。懐かしいですか。でもなんかちょっと前より上品になってる。それはいいことなのか。器が上品になってる。なるほどね。じゃあ儲かってるってことで。バイバーイ。子供とお父さんのホームビデオ。じゃあ、あの翔さん、今日ははるばる来てくださってありがとうございました。名物博多の豚骨ラーメン。豚骨ラーメン、豚骨がいただきます。豚骨を豚骨がいただきます。いきます。うまし。うまし。やっぱ全然違うでしょ。うん、広島で食べるラーメンと、ね、やつと味付けが、やっぱね、博多の豚骨だと共食いみたいなもんだけど、うまい。うまい。あとね、入れたかったらこの生姜とかな、辛みのね、成分とかもあったり、うんうんうん、あとこっちにもなんかいろいろ醤油とか、味変ってやつ、味変していってください。はい、じゃあこれ、これおすすめ。それおすすめ、辛みだよね。